DJ トミーのビーズ TV。 いらっしゃいませ。はがきを1枚いただいて。はい、どうぞどうぞ。はい、DJ トミーです。皆さんこんにちは。ただいまね、東京支店、あそこで古い看板の間だから営業所って書いてありますけども、本日はですね、この親デザインウィズモティーフ、あ、これ読めねえぞ、ターキッシュ親、これ全部英語だな。これね、あの親の、ビーズの縁飾り研究会というね、ビーズアートショーとかでもあの一緒に隣でねされてる、CRK デザインの皆さんが、ギャラリーで展示をしてくれていました。おそらくこれ見ていただいてる段階ではもう何て言ったらいいのかな、終わってから多分あげると思うので、来れなかった人のために、見ていきたいと思います。それでは中入っていきたいと思います。ということで、早速これトルコのこれ照明かな、こんなものがございますが入っていきたいと思います。はい、なんかいろいろこう見えますけども、なんかいきなりこれマイク渡しても大丈夫でしょうかね。これ北谷さんいらっしゃってます。こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。お願いします。北谷さん、なんか今回はありがとうございます。ギャラリーでこんな素敵な展示していただいて、こちらこそありがとうございます、はい、素敵なスペースで飾らせていただいて。今回はなんかどんなものが並んでるんですか。今回はですね、はい、親を学ぶ会と言いまして、はい、親のいろいろなことを、学ぶ会、学ぶ歴史や背景、はい、あと技法テクニックを学ぶ会になっております。そうなんですね、はい、すごいこの辺からこう見てて、これ何の人なんですか。これはトルコに取材に行った時に、はい、1週間後に、お嫁に行く花嫁さんのお宅を素敵取材して、はい、嫁入り、あ、自宅、はい、嫁入り自宅をお母さんと、一緒にやってるところを取材させていただいて、はい、これはおばあちゃんの花嫁衣装を着ています。そしてお嫁に行くそうです。しかもこれ写真もなんかこの辺前ボケもあって、はい、ここにピント合っててめっちゃいい写真じゃないですか。それはプロのカメラマンさんを、あ、プロのカメラさん一緒に行ったんですか。一緒に行って、すげーっすね、はい、撮っていただいて、それがこの本に載ってるんですけれども、はい、親の縁飾り親の見本帳という本です。はい、これ高橋書店さんでしたっけ。そうですね、この本ね、あのトミーも最近会った方で、なんかちょうどこの親の、会をなんか何かで見た時に、そういやこの本家にあったなって言って、あ、本当ですか。これを引っ張り出してきて、これあのワークショップに参加された方もいらっしゃいました。あ、そうですか、はい、これは585のモチーフを網羅してまして、はい、モチーフの名前とか意味とか、はいはい、全部トルコの、親研究家の方の監修のもとに作られています。すげー、はい、これも全部撮影しました。後期かわいい、1点ずつ。あ、全部可愛いな。はい、まあ、この辺がもうビーズの縁飾り研究会なんですもんね。そうですね。でこっち後半が、はい、親と出会う至福の旅というコーナーで、はい、それで、あ、お客さんいらっしゃいます、はい、どうぞいらっしゃいませ。いらっしゃいませ。はがきを1枚いただいて。あ、はい、よろしいですか。はい、どうぞどうぞ。どうぞどうぞ。もうこれやってる間にもね、こうお客様来るのがこの、ね、ありがたいんですけど、はい、それであのこのページの方で後半の取材ページで、はい、このこちらの花嫁さんが2人で花嫁自宅、嫁入り自宅をしてるところですね。そういうの、なんかこういうストーリーもいいですね。そうですね、すごく、うん、やっぱこうトルコにこう、うん、生活に根付いたものなんですか、こういう親って。もう本当にその伝統的に子供の時から、女の方が生まれたら、はい、子供の時から教えてもらって、はい、でおばあちゃんやお母さんと一緒に作る、作って貯めておくっていう。あ、そういうもんなんですね。そうなんです。で貯めておいた親を、うん、こういうサンドゥックっていう、長持ちがあるんですけれども、はい、それにいっぱい詰めてお嫁に行くんですね。すごい。あ、こういうのにいっぱい作りためておいて、それで、すいません。
これもしかしたらなんかあれですか、こういう長持ち、あのお家に1個あるんですけれども、はい、その中にいろんなものを詰めて、それでお嫁に行って、すごい、なんかもしかしたらあれかもしれないです、これいっぱい作ってた人はすごい家庭的だみたいな。そうですね、あのやっぱ手芸が得意な人は、はい、女の人はすごくいいところにお嫁に行けるっていう、そういうなんか、そういうのあるんだ、あったみたいですね。そうですか、はい、じゃあ早速ちょっと中の方もちょっと見せて、はい、ここもなんかいきなりかっこよくないですか、これ、はい、これが一番あのここのギャラリーでしかできない、はい、この吹き抜きを生かしたディスプレイを初めてやってみました、はい、すごいですね。これ上から2階からも見られるし、うん、上から撮っていただいてもすごい、ちょっと上行ってみてもいいですか。どうぞどうぞ、上行ってみよう。はい、タッ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 、こういう感じで、はい、あ、かっこいいこういう感じになってるんですね、はい、これがくるくる回る、回すに大丈夫なんですか、これ。本当は風でね、回るといいんです。すげー、これ用にこれ作ったんですね。そうです、ポールで作りました。こちらではね、あの皆さん親の勉強をちょうどされておられます。今日は目利き親の、なんか聞きました、目利き親ってんですね、はい、そうなんです。小島先生、ちょっと、まあ、忙しいんじゃない、忙しいですか ね、 ね、すごいですね。あ、もう皆さんできて出来上がってますね。これ出来上がったんですか、これ。目利き親の小島先生です。あ、小島先生のこんにちは。こんにちは。今日じゃ目利き親を、はい、はい、そうです、目利き親です。はい、これなんかパッと見た時にこれ、はい、トビーすいません、なんかもしかしたらこれタティングですかって、うん、そうなんですよね、はい、あの似てるというかほとんど一緒なんですけれども、はい、大きく違うのが、はい、はい、そうです、こういうシャトルを使って編んでいくんですけれども、はい、大きく違うのが、新糸と編み糸がタティングと逆の、いやもうトビーには分からないぐらいもう難しい話になってきましたね、はい、やったことあるんですけど、うん、トビーもタティング自体は一度やったことあるんですけど、うん、はい、そうなんですね、そうなんです、そうなんです。なのでそうするとリングとかがタティングと同じように編めないんですよ、はい、やると分かるんですけど、はい、リング状になっていかないところですね、うん、そうです、はい、なので、目利きは目利きで特殊な編み方が何種類かありまして、まあ、確かに源流が違うってことですかね、こう始まった起源が違うから、そのタティングはタティング、目利きは目利きみたいになったかもしれないですね、うん、まあ、ね、詳しい歴史とかはちょっともう今では分からない、やっぱりあの生活の中で使われてきたものなので、はい、庶民が使ってきたものなので、あんまりこう昔のものとかが残ってないんですよね、使われきって。すごい、なんかもう北谷さん今完全にレポーターみたいな状態で なんか聞いてみてもらってもね、なので詳しい歴史はわからないんですけれども、親もそうですよ ね、 そうですね、いろんな説があるけれども、どれが正しいのか、ね、そうなんです、うん、ちょうどね、トルコってなんかアジアとこうヨーロッパのこうちょうどね、何て言ったらいいの、中間してみたいなのがちょっと面白い。そうなんです、ね、だからヨーロッパのタティングに全く影響を受けてないわけはないですし、逆にトルコの目利きがタティングの方にもしかしたら影響を受けた、あの影響を与えていることもあるかもしれないし、確かに、はい、なのでやってみるととても面白いです、うん、どうもありがとうございます。ありがとうございます。そうですね、はい、ありがとうございました。どうも皆さんお忙しいところありがとうございます。素敵な作品、ありがとうございます。ありがとうございました。ということでこれも見せていただいたので、ちょっと下の方にね、はい、また降りていきたいと思います。 いやすごい、でもいつもなんかあれですよね、ディスプレイももう圧巻ですよね。ありがとうございます。もうやっぱりこう、もうこの辺からもうすごいかっこよく、これはあの洗濯バサミで挟んでるんですけど、しかもこの洗濯バサミがかっこいい洗濯バサミあのトルコの親バザールでこういう風にスカーフを挟んで売ってたのを真似て、はい、でちょっとかっこいい洗濯バサミに、あ、もうバザールでこうなってる、そう、こうやって売ってるんですよ。でも彼らとしてはもしかしたらその日本のなんかプラスチッキーなこうつもりでやってるけど、なんかかっこいいんですよね、うん、こういうのがすごいいいアイデアだなと思って、かっこいい、すげえ。でこの下にここにドンとかっこよく置いてあって、はい、
これは私たち、これはそうですね、私たちの本で作られた作品です、はい、あ、そうなんですね、はい、サンプルです。この辺もそうですね、でもやっぱりこう本とかのこう編集とかもいろいろされてるから、もう置き方がかっこいいですね、いちいち。ありがとうございます。いちいちとかじゃない、いちいち全部かっこいいですよね。いちいちってなんかマイナスっぽいんですけど、これもすごいかっこいいんですよ、はい、これも一個一個全部違うモチーフをつけて、すごいかっこいい。あ、これはモチーフが全部別なんですよ、違うモチーフで、すごい、はい。でもなんかトビーも全部がかっこよく、なんかこのなんかいい加減な感じでこれもかっこよく見えてきちゃったんですけど、なんかこれはこれすらかっこよく見えてきました、なんか。そうですね、かっこいいですよね、すごい。でこの辺には書籍が並んでるんですね。そうですね、この辺は、はい、書籍と、はい、あとキット、はいはい、販売して。最近はなんかどの辺のキットが人気なんですか。最近はあのこの新しい新作なんですけど、こうチューリップ。あ、なにこれかわいい。チューリップですね。え、これはかぎ針で作るんですか。そうです、レース針でかぎ針で、でピアスにしたりネックレスにもなるっていう、はい、これ人気。これ新作なんですね。新作で本には載ってないんですよ。すごい。え、普段はあの我々のところで今回やってもらってますけど、どういうところで買えるんですか。普段はあのお店には卸してないので、はい、展示会のみで販売してます。あ、じゃ あのビーズアートショーとか。そうですね、ビーズアートショーをで今回まあここでやってますけど、それ以外ってどういう。あとは、9月に毎年今やってるんですけど、はい、東京ジャーミーというモスクのお隣。前行ったやつね。あ、そう、トビス、まあ、YouTube やってもう、はい、去年も一昨年もね、はい、来てくださったそのそちらの、トルコ文化センターの、はい、ギャラリーで3週間やりますので、そちらでも販売とワークショップを やります。じゃあまたそれもあの撮影に行った方がいいですね、はい、じゃあね、ぜひいらっしゃってください、まあ、こういう感じで、これ皆さん見てくださいよ、ここ、これもあのいちいちっていい意味で言ってますからね、いちいちこれ可愛いのがついてるんですよこれ。それもいい、もうありがとうございます。これもいちいち全部かわいい。一個一個全部かわいいですよね、これ。いや、これかわいいですよ。これをこういうの作れるワークショップもされてるってことなんですね。あ、やってますね。このライトもやってますね。今なんかあのこちらでもなんか何かお作りになられてるんですか。今準備をしてるだけです。これからワークショップが。そうですね、午後からやります。あ、そうなん。どんなものですか。午後からこのビーチグラスって言って、こういうこれネックレスにも三連のブレスレットにもなる、はいはい、こういう。あ、ブレスレットにもなるわけだ。そうですね、はい、こういうものです。はい、そうなんですね、はい、あ、かわいい。これをえ、これってでもいきなり、はい、なんか初めての人来て作れるもんなんですか。これは比較的作りやすいですね。割と作りやすいです、はい、そうなの。こんな可愛いのいきなり作れるの。そうですね。すあと、うん、もうちょっと簡単なのは、あとは一番簡単なのがこちらになってまして、もうなんかすごいどんどん出てきますねこれ。可愛いの。これベリーって言って、トルコではクワの実っていうモチーフなんですけど、はい、この部分はもう私たちが作ってありますから、はい、鎖編みでこれを、ビーズをまとめていく。トビーもね、鎖、俺今できるかな、やったことあるな、これはな。トビーもぜひやってみてください。これね、すげえ。自分 あの腕の太さに合わせて作れますので、はい、こんなワークショップもやって、はい、あとはどんなものが売られてるんですか。 あとは、うん、この辺キットなんですが、はい、あとはこちらが、はい、今回初めての、はい、共同出店といいますか、はい、コラボレーションで親糸屋さん、トルコの親糸屋さんっていって、はいはい、カッパドキアのお店なんですけれども。え、カッパ寿司。え、カッパなんですか。カッパドキアというところがあるんですね。カッパ寿司じゃない、カッパドキアってあるんですね。カッパドキアにお嫁に行った、はいはい、あの米津さん、千恵子さんっていう方が、はい、あの向こうで、日本人にの好みに合わせたようなプロデュースして、そういう親をオリジナルで、はい、あのご親戚の方やとか、あの村の方に作っていただいて、こういうふうに販売して。オリジナルで、もうまるっきり、そうですね、日本の方好みそうな感じのもの、すごい素敵にアレンジされて。本当だ、なんとなくこうなんていうんですか、
あの、うん、日本人が好きそうな花とかそういうの、そういうのを選んでるんですか。そうです、この辺はアンティークなので、うん、古いものなんですけど、はい、こういうものですとか、はい、あ、その方が日本人の方だから、お嫁、トルコの方と結婚されたんですよ、その方がトルコの親糸屋さんというのをこう2009年に始められたと。そうです、そうです。はい、すごい。でこの辺があの販売なんですけれども、はい、すごい可愛らしい。え、これも可愛くないですか、これ。このモチューフなんかスパンコールついてる。可愛いですよね。じゃあこれは現地の方が作られたものですね。そうです。はい、現地の方に作っていただいて、現地のお姑さんやおばあさんに作っていただいているみたいですよ。はい、じゃあまさにそれご家族が伝統的にみんなできるから、うん、そうですね。じゃあこれ作って売ってみましょうよみたいな感じで。うん。それでそのデザインとかは、はい、その米津さんがオリジナルで。あのいろんなアレンジを加えているみたいです。すごいですね。いや、じゃあそんな感じでパーツやこういうアクセサリーもあるし、これトルコのパーツとかもあるんですか。そうですね、トルコの、全部トルコのですね。ビーズもトルコの、ビーズもトルコの、じゃあ街で売られてるやつとかですね、はい、そうですね、問屋さんとかで売られてる。あと親糸ですね。あ、なんかもう海外感半端ないですねこれ。親糸も大人気ですね。これ買い、そうですね、これで、これモチーフとかもこの辺アクセサリーですね。あ、もう出来上がってるんだ、はい。これがすごい人気、ジャラジャラのネックレス、すごいモチーフいっぱい。親糸屋さんっていつもどっかねお店があったりするんですか。やっぱりそのそこは分かんないですか、うん、イベントで、イベントとか、はい、あとはそのデパートの、うん、何でしたっけ、期間限定のショップ、ポップアップショップとかで、ポップアップ、はい、うん、それとかで販売されてます。今年また、ね、あの 7月、はい、東京と大阪で展示会もありますので、はい、あ、本当だ、はい、よろしかったらぜひ。いや、すごいですね。ということで、はい、今回ちょっと久しぶりの、ね、ビーズの縁飾りの皆さんと、はい、展示ですけど、今回どんな感じですか。こっち、こっち今回は、はいはい、あとこっちが、うん、あのアンティークの、あ、トビー勝手に締めようとしちゃったけどまだ続きがあったんですね。コレクションなんですね。え、これは何のコレクション。これはボンジュック親ですね、はい、あのボンジュクっていうのはトルコ語でビーズのことで、それはトビーも覚えました。はい、はい、でここはボンジュック、はい、トゥー親っていうのはかぎ針ですね、はい、あ、こう書いてあるな、ちょっとこう、はい、皆さんにも見てもらう。え、全部お勉強できるように。ボンジュック親がビーズですからね、はい、でトゥー親がかぎ針編みでやるやつね、はい。はい、であとトルコってどんな地域でしたっけっていうことはここで覚えて、はい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 、これここはエフェ。本当にイランとか隣なんですね。すごいいろいろね接してるんですよ、うん、本当だ。黒海と地中海に挟まれてますね。だからいろんな文化が、あ、こんな大きなモチーフとかあるんですね。そうですね。すごい、いいな。こういうなんかあのキラキラみたいなのと結構合わせても可愛いですね。そうですね、すごく合いますね。ビーズですとか、あとは目利き親はさっきあの小島先生がやってらっしゃったタティングの要領、はい、シャトルを使う、はいはい、だけど、まあ、タティングとは編み方が違うから違うっていうことですね。特殊だってことですね。でいいね親は、はい、縫い針で作る縫い針で結び目を作っていくんで、これが一番大変なんですよ。これなんか見たことある、これ、うん、本当に針で編んでいくってことですよね。そうですそうです、すんごい大変。そっか、この辺はそれで作られたものってことですか。そうです、全部そうです、ね、それとこの技法によってこう出来上がるテイストも変わってくるってことですね。違いますね。この辺確かに、うん、なんかそういう感じがするな。タティングっぽいですよね。タティングっぽくて、はい、このいいね親ってなんかどんなものになる特徴なの。繊細だってことですか。そうですね、繊細だし、あとこう立体にもできるんですよ。立体のお花とかも作れる。本当だ、いや、すごい素敵。一番メジャーな感じ、いろいろ聞いてきましたけども、はい、こんな感じで、はい、また、はい、あの今後ともビーズの縁飾りで研究会の皆さんの あと CRK デザインさんの活躍楽しみにしてます。ありがとうございます。ということで、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃねおまけ。あ、皆さんお疲れ様でした。あ、どうも、こんにちは。どうもお疲れ様です。お疲れ様です。ちょっと皆さんもう片付けですね。いや、撮ってるんですか。ちょっと何、どんなチャンスか分かんないから一応撮って
皆さんお疲れ様です。どうも。あ、お会いしたことありますよね。なんか何の展示会だっけな。ホビーショーで一番初めはホビーショーかな、なんだっけな、エクスポだったんですけど、うん、お会いしたことありますよね。はい、お会いしたことあります。ありがとうございます。参加させていただきました。はい、ありがとうございます。本当に皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうもお疲れ様でした。どうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。どうもお疲れ様でした。いかがでしたか今回。疲れました。疲れました。疲れました。またぜひ次は9月でしたよね。9月。ね、9月。はい。あ、ぜひもう今予約しててください。あ、わかりました。はい。で、これはじめちゃんどれか1個。本当にいいんですか。作ってください。ありがとうございます。これかぎ針？かぎ針。あ、これは草薙ね、さっき言ってたやつ。チャンネル登録お願いします。